ップになりました。続いてはスポーツ、田中さんです。はい、バンクーバーオリンピック開幕まで日本時間であと23日、昨日注目の15歳が決戦の地に旅立ちました。もう出発してやっぱり始まるんで、合宿とかも始まるんで、しっかり気を引き締めていこうと思っています。バンクーバーオリンピック代表のスピードスケート陣が本番前最後の合宿地となるカナダのカルガリーへ向けて出発。史上最年少15歳で代表に選ばれた高木美帆にとっては初の代表合宿、さらに初めて先輩方と過ごす海外での生活となりますが、世間をにぎわすスーパー中学生に不安は一切ありません。初めてのまあ、シニアの方たちと一緒の合宿なので、やっぱりたくさん学べることあると思うんで、もういっぱいいろんなことを学んでいきたいなって思ってます。また海外でのリラックス方法を聞いてみると、普段はいつも持ち歩いてるんですけど、やっぱり音楽は聴くんで、まあ、音楽 iPod とか持ってきて、まあ、部屋で流してるかなと思いますけど。やはり趣味はダンスということだけあって音楽は必需品。その大好きなダンスも披露した地元北海道幕別町で行われた壮行会や、浅田真央と感動の初対面を果たした日本選手団の結団式など、先月末に代表に選ばれてからは超がつくほど多忙なスーパー中学生ですが、その中で一番印象に残っているのは何だったのでしょうか。あのケミストリーの2人が来たのがすごい印象に残ってます。なんか目の前にいて一回自分ステージ上がったんですけど、すごい感動しすぎて、なんかびっくりしすぎて、はい、可愛いですね。すごいなっていうのしかなくて、はい、まだに興奮気味の高木ですが、来月には高木自身が日本中を、そして世界中を興奮させてくれることでしょう。これからきっといろんなことがもっといっぱいあると思うんで、すごいワクワクしてます。皆さんの縁がすごい自分の中では力になるので、それをバネにして、まあ、自分が滑りたいように思いっきり滑れたらいいなって思ってます。